ジョン・ポール・ゲティ三世は、石油王 J ・ポール・ゲティの孫。1973年に起きた、自身の誘拐事件で一躍世界の注目を浴びた。弟のマーク・ゲティは、写真配信王手ゲティ・イメージズの共同創業者。息子は、俳優のバルサザール・ゲティである。ジョン・ポール・ゲティ・ジュニアとアビゲール・ハリス間の4人の、子供たちのうちの長子。父親が、 ゲティケ石油事業のイタリア支部トップであった関係で、ゲティは幼児期の大半をイタリアのローマで過ごした。両親は1964年に離婚、父親は1966年にモデル、女優のタリサポルと再婚した。彼らはヒッピーのライフスタイルを選択し、1960年代は主にイングランドとモロッコで暮らした。ゲティはローマのセントジョージ・ングリッシュスクールの 全寮制学校に残った。1971年初め、チャールズ・マンソンのヘルター・スケルターに触発され、一晩かけて学校の廊下をペンキで塗りたくり方向処分となる。同年7月、ママ・母がローマでヘロインの服用方により死去。父はイングランドへ戻ったが、ゲティはイタリアに残り自由奔放な生活を送り、ナイトクラブに入り,り、左翼のデモに参加した。 芸術家的気質があり、宝石を作り、絵を売り、映画にエキストラとして出演するなどして、生計を立てていたという。1973年7月10日の午前3時、当時16歳のゲティは、ローマのファルネーゼ広場で誘拐された。1700万ドルの身の代金を要求する、脅迫状が届けられた。脅迫状が届いた時、一部の家族は、 彼が以前から冗談として言っていたように、単に反抗的な若者による、契約家の祖父から金を引き出すための狂言誘拐だと思った。彼は山中の隠れ家に目隠しをされ、監禁されていた。二通目の脅迫状が届いたが、イタリアの郵便局のストライキにより配達が遅れた。ジョン・ポール・ゲティ・ジュニアは、父のジャン・ゲティ京に金を要求したが拒否された。ゲティ卿は、 身の代金を支払ってしまうと、14人いる他の孫たちにも誘拐の危険が及ぶと主張した。1973年11月、カズフサの紙と切り落とされた人間の耳が入った封筒が320万ドルを払わなければ、さらなる危害を加えるという脅し文句とともに日刊誌に届けられた。これはポールの耳だ。我々が十日以内に身の代金を得られなければ、 もう片方の耳も送る。言い換えると彼にはほとんど猶予は残されていない。この時点で、下ィ教は身の代金支払いに同意したが、支払ったのは所得から控除できる最大限度額の220万ドルのみであった。残りの金額は4%の利子で息子に貸し付けた。支払いを渋る下ィ教は交渉により約290万ドルで孫を取り戻した。 身の白金が支払われた直後の1973年12月15日、ゲティ三世はポテンツアケンラウリーアの給油所で生きて発見された。誘拐犯一味として9人が逮捕された。メンバーには、大工、衛生兵、前科者、オリーブア・アブラディーラーのみならず、ジローラ・モピロ・マーリア・サベイリオ・マンモリーチといった、カラブリア州のマフィア組織インドランゲタの幹部も含まれていた。 このうち二人には有罪判決が下り刑務所に送られたが、ウンドラン・ゲタのボスも含む他のメンバーは証拠不十分で無罪となった。身の白金の大半は戻らなかった。1977年、ゲティは誘拐犯によって切り落とされた耳の再生手術を受けた。A.J. クイネルの小説、燃える男は一部この事件から着想を得ている。2017年、 リドリー・スコット監督によりゲティ三世誘拐事件が、ゲティ系の身の白金として映画化された。1974年、ドイツ人のジゼラ・マルティン・ザ・ハーと結婚、彼女は妊娠5ヶ月目であった。ゲティは誘拐の前から彼女と彼女の双子の姉妹、ユッタを知っていた。1975年、息子バル・サザールが生まれた時ゲティは18歳であった。二人は1993年に離婚した。 ヨーロッパ映画で俳優に挑戦、ラウル・ルイス監督のザ・テリトリーやビム・ベンダース監督のことの次第に脇役で出演した。劇はアルコール依存症で薬物依存症だった。1981年に飲んだジアゼパム、メサドン、アルコールのカクテルが肝不全と脳梗塞を引き起こし、頸髄損傷とほとんど視力を失うという好意症を残した。その後も、 完全に回復することはなく、残りの人生を重度の障害を抱えたまま過ごした。しかしながら1987年までの日々の運動療法、物理療法、言語療法の体系的計画への波外れた意志力を示しての取り組みは、幾ばくかの回復の助けとなった。再びコンサートや映画鑑賞に出かけられるようになり、金属フレームに体を固定すれば、 スキーをすることさえできた。2011年2月5日、ゲティはイギリスバッキンガムシャーのワームズリーで母アビゲールに介護されながらの長い闘病の末に54歳で亡くなった。1981年の薬物過剰摂取以来、健康は優れなかった。ありがとうございます。